皆さんこんにちは、ニニケです。こんにちは、カチュアリーセンデーの外国人サポです。今天我们将在主场迎战岩手グルージャ盛岡岩手盛岡。今日は天皇杯の2回戦です。相手は岩手県の唯一の J リーグチームです。说到盛岡，我们当时去旅游的时候是夏天，一边吃着烤肉，一边吃盛港冷面，这种搭配简直是绝了。美味しかったです。美味しかったです。去年カチュアレソルは決勝で PK 戦で負けました。すごく悔しさが心に残りました。そうですね。先週のルワンカップレソルは負けました。そしたら今シーズンは J リーグと天皇杯だけで。相手岩手グルージャ盛岡は今 J3 に活躍しています。岩手グルージャ盛岡は岩手県に2004年からのチームです。長い時間で東北社会人リーグで活躍していました。岩手グルージャが天皇杯に初出場は2005年でした。2014年 J リーグに参加しました。2022年一度 J2 に昇格したことあります。でも今は J3 に。今日の天皇杯試合楽しみください。こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？今日東京から来ました。はい、地元は？地元は岩手です。あ、なるほど、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは、はい、今日はどこから来ましたか？僕は東京から。あと ご出身は？出身は岩手ですね。あ、なるほど、はい、こんにちは。こんにちは。今日はどこから来ましたか？船橋ですね、千葉の。あ、そうですか、はいはい、うん、地元は？岩手です。あ、はい、なるほど、はい、うん、柏のスタジアムは初めてですか？初めてです、はい。お楽しみください、はい、柏スタジアムは初めてですか？まあ、何回か来たことがあって、うん、親族がちょっと千葉の方に住んでるんで、それきっかけで来たことはあります。柏のスタジアムは初めてですか？はい、初めてですね。あ、楽しみください。今日の試合で注目の選手は誰ですか？そうですね、フルス対戦の水野選手には爆発してほしいなと思ってます。注目、まあ、岩手だと柏にいたことのある選手とか、うん、まあ高橋俊樹選手とか、あと水野選手とかいるんで、まあ、そういった柏に縁のある選手たちには注目したいです。ありがとうございます。注目の選手は誰ですか？グルージャのトクラ選手ですね。いつからグルージャを応援しましたか？そうですね、もともとやっぱ地元に J リーグ1個しかないんで、だからもう5年前とかですかね、はい。お疲れ様です、はい、お疲れ様です。地域リーグの時なので13年14年ぐらいになります。おー、そうですか、はい、ありがとうございます。今日の試合で勝敗予想もお願いします。はい、2対1でグルージャが勝つと思います。ありがとうございます、はい、まあ、カテゴリーの差はあって厳しいとは思いますけど、まあ、岩手が勝つことを願って応援しに来ているので、まあ、なんとか1点取って耐えて1対0で勝ってほしいなと思ってます。ありがとうございます。勝敗予想もお願いします。今日は3対1でグルージャン勝ちます。はい、はい、こんにちは。こんにちは。いつから柏レイソルを応援していますか？去年からです。お、欲しかったしです。はい、去年からめっちゃ試合行ってて、今年はめっちゃアウェーも参戦してますね。ありがとうございます。1年ぐらい前ですかね、うん、はい、1年ぐらい前です、ちょうど1年ぐらい前です。はい、こんにちは恥ずかしい、すいません。いえ、いつから柏レイソルを応援していますか？はい、小学校4年生からです。ああ、そうですか、はい、長い時間ね。お疲れ様です。いいです。今日の試合で注目の選手は誰ですか？宇野木選手です、うん、多分今日は武藤選手に期待したいと思います。最近リーグで出てないので、ベンチにいるんですけど出てないので、うん、今日はスタメンに出ていただいて、はい、ゴール取ってもらって勝てたらなと思ってますね。ありがとうございます、はい、この試合で注目の選手は誰ですか？誰が出るかまだ分かんなくて。あ、そうですよね、はい、まあ、若手に頑張ってほしい。お金なんか間違えてて打ってて、かわいい。無視して大丈夫です、はい、あと今
分の勝敗予想もお願いします。 3-0 3-0 はい、あと可愛い。去年の天皇杯決勝、現地に応援していますか？はい、してます。ああ、そう、はい、詳しかったね。惜しかったです。今年は頑張りました。はい、3-0 3-0、2-1 で、2-1、4-0 で、ありがとうございます。去年の天皇杯現地に応援していましたか？あ、行きました。決勝戦の決勝行きました。ゴール裏で1回で跳ねてました。あ、そうですか。やっぱ松健が PK で止めて、うん、そこでもう号泣しちゃって、うんうん、そういけねえんじゃないかと思っちゃって、でそこでもうわーってなって、負けちゃったんですけど、めっちゃいい思い出ですね。今天我们在球场遇到了中国人的球迷，非常开心。这是我们第一次遇见中国人球迷，然后他愿意接受我们的采访。啊，你好。你好。Hello。请问你们是第一次来卡西瓦雷索路看球赛吗？啊，是的，是的，第一次。是的。啊，是第一次看日本的这个球赛吗？啊，不是。不是第一次看。我已经看了6-7场、8场，我也不记得了。都是在东京。Yokohama Marinos，然后看是最多的，然后就是 Seles Osaka，还有 Gamba Osaka，就那个球场我去看过，各去看过一场。那 Kashiwa Reysolu 是为什么来这里看？因为感觉这个球场就是专业球场嘛，感觉氛围比较好，就想来体验一下。有进去，今天是坐在哪里？坐在，我看一下。坐在S Mailing 前段中央。那你最喜欢的日本球队是哪一支？现在吗？马里诺斯。马里诺斯。横滨水手。那日本的萨卡选手最喜欢的日本？就是衣服这里。米托吗？米托吗？こんにちは。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。今日も頑張ります。はい、頑張ります。今日の試合で注目の選手は誰ですか？今日はですね、やっぱりこうリーグでなかなか出れてない。で、得点も取れてない。まあ相手はちょっと J3 隠したかもしれませんけども、まあちょっと武藤選手にね。そうですね。トーナメント関係ないですからね。ちょっと頑張ってもらって、まあ山本、太田もしっかりね、ちょっとその辺にね、宇野木もそうね。まあちょっとその辺に群馬ね、ルバンの群馬みたいなねところでみたいな、ちょっとそういうところも込みでね、やっぱ点数必要、点数取らないと勝てないんで、そうですね、はい、ちょっとそこら辺に頑張ってもらって、はい、応援していきたいですね。そうだね、去年のフリースロー決勝現地に行きましたか？行ってます、行ってますね。一応うちのバッカスで旗9本ぐらい出してますんで。すごい。はい、大きい旗ね、全部で25本出たうちの9本、素晴らしい、うちの旗で出してます。いいね。まあその中でもね、まあ一応選手を後押しして優勝できればよかったんですけどね、まあ一応今年もそれを目指してですね、世界にできれるチャンス、天皇杯。天皇杯のタイトルは1回取りましたね。あの時現地に応援していますか？います、います。全然います。全部タイトルかかった試合は全部行ってます。幸せね。99のルヴァンの初タイトルも行ってます。はい。今日は推し大好きなレーソル大人気な小池ちゃん。ね。はい、どうも小池チャンネル小池でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あと、いつから柏レイソルを応援してますか？はい、いつからいつだろう。1999年からレイソル見てます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。あと、今日の試合で注目の選手は誰ですか？そうですね。今日の試合注目の選手は猿田選手です。久々にね、おそらくピッチ立つと思うので、で、ちょっとね、レイソル先失点、特に早い時間の失点が多いので、今日こそはね、無失点に抑えてほしいと思っております。はい。あと、まもなく夏の移籍ウィンドウ、移籍来てほしい選手いますか？レイソルディで活躍してくれる選手ならもう誰でも待ってます。誰でもウェルカム。はい、はい、ヒントに基づいて選手の名前言ってくださいね。はい、シュート、シュート、木下選手。
スピード、サビオ選手、ドリブル、島村選手、タックル、タックル、白井選手、クロス、関根選手、サッカー IQ、サッカー IQ、土屋選手、ありがとうございます、はい、去年の天皇杯は国立現地で応援してましたか、はい、なんか何か話は、そうですね、国立本当にね去年ね、決勝アジアにね行けると思って応援してましたけども、結局ね残念な結果で行けはしなかったんですけども、でも本当に去年レースルリーグ戦本当に苦しかったです、うん、でも苦しかった中で、天皇杯ね決勝まで連れてきてくれたレースの選手には本当に感謝ですし、決勝負けてしまったんですけど一緒に見てる仲間は、レースの、ね、試合中にね泣いたりもしてたんで、なんかね本当感動的な試合でした。なんだ、だからこそでもやっぱりね勝ちたかったっていうのがやっぱ一番あるんで、今年こそできればアジアに行きたいと思っております。私たちはカシュアに住んでる、だから、はい、レースル応援して、はい、小池ちゃんは埼玉の、おー なんでレースル、あーなんでです、一番最初にさっきあの1999年からレースの試合見てるって言ったんですけども、その試合初めてレースの試合見た時にレースのゴール裏の雰囲気がすっごい良くて、はい、でそこで見た時に あの中で入って応援したいなっていうところから始まって、なんでレースのゴール裏に惚れました、はい、なるほど、試合の結果は全くその試合の覚えてないです。ありがとうございます。リーグ戦は苦しい状況ですけど、柏に勝って勢いつけれればと思うので一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっと柏レースさんを倒すんで必ず勝ち上がります。ありがとうございました。まあ、今ちょっと厳しい状況ですけど世のチームとして、でも、まあ、この試合をきっかけにまた羽ばたく きっかけを得られればいいなと思ってます。頑張れ。今年はまあリベンジで活動って感じで頑張りますね。ありがとうございます。活動せーの、頑張れ。天皇杯のために応援一言お願いします。絶対優勝。ありがとうございます。バイバイ。かわいい。今年こそ取ります。やるしかねえ。天皇杯のね初戦でございます。レースルの、対戦相手はね、J3 のチームかもしれません。でも本当にねトーナメントはね勝ち上がることが重要なんで、どんなね内容結果になってもねレースルのこと応援して、そしてね勝つことを目標にいきましょう。トーナメントは本当に次に行くことが大事です。Thank you.
今日の試合は終了しました。今天我们在主场2比0战胜了对手。相手の選手たちは優しいですね。優しい。試合の後で白熱のゴルフが挨拶しました、うん、うちの選手山本太田は梅開二度、梅開二度という中国語は1試合で2点決めたことです。今天我们上了很多年轻的球员，表现都还很不错、嗯、最后也帮助我们球队取得了胜利。次の試合はリーグ戦です。ガンバ大阪、うん、連勝しましょう。本日は天皇杯 JFA 第104回全日本国家選手権